で、一回行ってたんだっけ？月曜日に帰ってって、15と21、25と20と、自分では食べるの多少で。ふやかしを食べた。ふやかしは、地にあったロイヤルカナンの、うん、腎臓サポート。腎臓じゃなくて、消化器の、やつで、ね、可溶性繊維のやつ、はいはいはい、で、セルミって一応リンとナトリウムの量はかなり低いやつだったんで、はい、でそれをでも本当たまに行ってピチョピチョピチョって、この子もともとこういうタイプじゃないので、ピチョピチョピチョって舐める感じがちょっとあったかなぁ、はい、で、ここでうんちがたくさん出た。その日やっぱり出なかったです、ね、ここは出なかった。で、また12センチ、これ結構食べさせてもらったんですよ、20年、50年。なかなかでも65まではいかんね。あの作り方が、うん、一応ここみたいに細かくこうバーって、はい、細かくしてやるんですけど、水を入れてやっぱりここで見たぐらいの柔らかめにするとなるとかなりの量になっちゃって、そう、ね、だいたいね、だいたいなんだけど、ドライが10だったらお湯は20ぐらい、それぐらいで作ると10で10だったら20だから、もし25作るんだったらお湯は50ぐらい、35だったら、それでも硬い、もしそれで硬い、もし硬くて、それで硬いんだったら、ちょっとお水出します。そうだね、結局それで、朝は35で、夜は30目安で一応作ろうと思うと、もうシリンジにこんなのが。4本がもういっぱい。シリンジが足りないもんね。足りないというか、もうこんだけやっちゃうと結局入っちゃったんですよ。結局そんだけの量を。どっかで入ってるの？そう、これ、入ってくれたけど、ここが、はい、妹が書いてくれたんで、こんだけになっちゃうんですね。作ると。11月1日。はい、うん、外揚げ3点、軟膏塗るって言ってた。あ、そうそうそう、軟膏、軟膏粒にさ、ゲーベ、うん、ゲーベ、何も書いてない、ごめんなさい、全部作ってから、で、薬の方に入れて、で、15作れて、シリンジの目盛りで、うん、で、30って作れたんですね、そのぐらいになっちゃうんですね、やっぱ、うん、で、ここを食べて、まず薬は行って、これ 30g で作ると、30っていうか、シリンジの30、目盛り30ですね。いや、あのドライとは何、35です、100ぐらいでやったけど、でここの最後ここどうかなと思ったけど、入れたけどこの後入っちゃったんで、結局食べたのはで、なんか計算してくれて、まあカリカリ自体は 25g なんだろうなっていう、なのでかなりの量になっちゃうから、でもここで 40g でいつも作ってると何 cc がね、歩く前でちゃうから、でも長々足しぐらいになるんだって、ももちゃん作る時って70超えるよね、70、80、80、90ぐらい、80ぐらいだ、水を入れてってもすごいすぐなんかすもごもごになっちゃうから、80、90ぐらい薬入れてる。ここでやってもらった時に見たシリンジのこの出来上がりの量とうちでできるやつの量が全然違うって、めちゃくちゃ多いんで、この粉の引き方の粗さとか、いや それでもこれ結構早くやってる、うん、どんどん吸っちゃうからと思ってやってるけど、それで、どうしてと、わかんなくて。でちなみに今日の朝は何グラム食べてきたの？朝は35のうちで、結局ご飯的には 22g はぐらいかなって。そう、これも今日だから入っちゃったんですよ。シリンジで 10のメモリのやつ食べて、で25っていうシリンジの25のやつで、最後のここもあのもぐもぐしてくれたけど、結局は入っちゃったんで、うん、出しちゃったんで。わかりました。本当食が細い方だから、やっぱり硬かったんかなと思う。やっぱりそれだけじゃなくて、点滴してないじゃないですか。だから、その家賃とかが上がってる可能性があるんだよね。そうすると吐きやすい。気持ち悪いからね。
はい、ちょっと。